マジで？いきなりだぞ。ちょっと黒側からしたらショックだ。それでは試合後の選手のインタビュー伺っていきましょう。まず大学社会人選抜を代表いたしまして、日本体育大学矢澤宏太選手に来ていただきました。矢澤、矢澤、矢澤選手、今試合が終わった今の気持ちから聞かせてください。はじめまして、日本体育大学4年矢澤宏太です。知ってる。ドライチン。今日はすごく、楽しく野球をすることができました。ありがとうございました。野球で150年のプロアマ記念試合、もうプロの同世代の選手との今日は対戦でした。どんな気持ちで試合に臨んだんでしょう。同世代ということで、僕も大学生ですけど、なんとか食らいつくことできるんだぞっていうのを証明できるように頑張りました。そんな中でマウンドでは投げて、そして打ってはタイムリー、走っては三塁まで落とし入れて、そして守備にもつきました。今日のプレー振り返っていかがでしょうか。打たれてしまったんですけど、もう打たれてしまったら、点を取るしかないということで、バッティングに集中して、走塁も頑張って、すごく楽しく野球ができました。そしてレフトの守備につく時には大きな拍手に迎えられながらでしたけれども、このあたり心境いかがでしたか。こんなにたくさんの方の前で野球をするっていうことが、なかったので、すごく嬉しかったです。ありがとうございました。ちょっと楽しみ姿がありましたけれども、野球伝来150年節目の年にこの記念試合に出場されました。今後自分がどんなプレイヤーとなって、どんな新しい時代を作っていきたいか、最後に意気込み一言聞かせてください。はい、僕は、投手野手、どちらもやらせていただいているので、どちらも、また矢澤を見に行きたいと思っていただけるような、魅力のある選手になっていきたい。